菊池カーラさん、新たな岸田語録が出ました、株主還元で成長の果実が流出、後ろから前原氏に突っ込まれての、発言でした。配当と自社株買いの費用を足して株主還元額とする前原氏の暴論に岸田氏は完全にする、うん、和田さん、やはり岸田は枝野と比べ物にならない時代です、うん、菊池カーラに全振りしてます、思考力ゼロのとこ一生遊びますよと。いや、岸田総理ひどいですね、はい、株主還元で成長の果実流出、はい、受け止め、考えることが重要と、これブームバーグの記事なんですけど、はい、うん、あの衆院予算委員会でこれ21日に、企業収益の分配のあり方について、株主還元という形で成果の果実等が流出しているということについてはしっかりと受け止め、この現状について考えていくことは重要と述べた、はい、岸田首相は資本主義の持続可能性を考えたならば、その成長の果実が一方的に一部に資するだけで終わってしまったら続かないとかだった、うん、もうこれ、あの国民民主党の前原さんが、はい、うん、まあ、その資本市場は本来資金調達の場だったのに資金流出の場になっていると指摘、うん、海外の投資家もいるため国府が海外に逃げているという認識はあるかという、まあ、問いただしたものに対して答えた、はい、うん、ということなんですけども、はい、これ、あの我々も成果を受けてますからね。そうです、例えば我々日本人がアメリカ株買って、うん、はい、アメリカの企業からそうです、その、まあ、その、なんていうかキャピタルゲインを得るとか、うん、インカムゲインを得るとかっていうのもあるわけですから、はいはい、じゃあそれが国富の流出だって言ったら、はい、それはまあ確かにそうではあるんですけれども、はい、なんかどっちもどっちな、いや、そうです、お互い様というか、だからお互い様で、投資を呼び込まなきゃいけないんですよ、うん、あのだから投資を呼び込まなきゃいけないのに、うん、外国資本が日本株を買ってて、はい、配当を取ってることがいけないって言ってるわけじゃない、うん、いやいや、資本主義だから株買ってくれた方がいいわけですよ。だから僕はあの鎖国するなと、うん、鎖国しないで開けてないと人が来ないと投資のお金も来ない、うん、そしたら最終的に豊かにならないわけです、うん、で日本人も海外のものを買って配当をもらってるわけですよ、うん、で本当に岸田さんが経済音痴だなっていうのは、これ全然知らないんですよ物事、うん、で人件費を減らして配当が増えるっていう傾向はないんですよ、うん、業績が良くて人件費増やしてる会社が配当を増やすんですよ、うん、だから岸田さんは社員に給料払ってないで配当だけ増やしてるかのように勝手に思ってるんですよ、うん、それ大きな間違いで、業績が良くて人件費増やして配当増やすっていう傾向はあるんですけど、うん、人件費スタッフというか社員の給料を減らして配当を増やすっていう会社ないんですよ、うん、まず聞かないです。だからこれを知らないっていうのもど素人で、あと成長の果実を取っているっていうのは政府なんですよ、はい、一番税金で取ってんだから税金でめちゃくちゃ取ってる、そう、むしり取ってんだからそれやめろともう一番言いたいですよ。確かにそう、一番取って無駄に使ってるわけで、株主はリスク取って未然に切ってるわけだから、あのそれをあの成長の果実一番パッてそうそう政府なんだよ本当にそうだわ、そうだって法人税も取ってるし、いや本当です、まあ、あらゆる税取ってるわけですよ、ね、消費税もそうだし、うん、全部取ってるわけですよ、です、政府が一番、あの企業からも金取って、個人からも、はい、そうですよ地方税だとかね、みんなねもう下打ちしてるよね通帳を見てさ引きと、いや本当です、引き出されてさ、今あれじゃないですか、うんうん、あの確定申告の時期で僕もやってますけれども、はい、あの皆さんもね、確定申告とかすると、はい、すね、こんな税金払うのかと、はい、送信する前ちくしょうっつって、うん、いやしかもそれだけじゃなくて、うん、またあの、ね、地方 の、 その市民税とか、はいはいはい、県民税とかもかかってくるし、うん、そうです、うん、でその所得をもとに、まあ、国庫だったら国庫とか、はい、まあ、算出されてくるので、はい、やっぱどんどんお金出てきますよね、うん、それをやっぱ税金をちょっとこう下げて、はい、別のところにこうちゃんとお金使ってもらえるような好循環を生み出してほしいんですけど、はい、岸田政権絶対やらない。そうだってこれ株主そのなんか成長の果実というか、はい、成長の果実なかったら、うん、株投資なんてやらないでしょ。そうそう、配当を増やしてる会社っていうのは、うん、基本的に給料高くしようとしてるし、うん、いい会社なんですよ、はい、ふざけんなって言いたいね本当に。いや本当ですよね、うん、あ、まあ車の税金とかもあるし。そうそうそう、本当ですよあれ、はい、車の税金何なんですかねあれ。いや僕も今回車買うときにいろいろ見ましたけど、はい、だからその今性能によって、はい、税金変わってくるじゃないですか、うん、環境なんか昔の何でしたっけ、自動車取得税が、はい、今その環境性能割みたいな、うん、ものになって、はいはいはい、そのディーゼルで環境性能を満たしてるなら、うん、なくなりますよとか、うん、あのエコカーだったらいいですよみたいなのがあって、うん、普通のガソリン車だったらすごい高いっていう、はいはい、重量税とかもね、うん、あるし、もう5月には
払わなきゃいけないわけですよ、うん、はい、重量税って何なんだっていう、まあだから、うん、日本はやっぱこの50年間自動車産業が引っ張ってきた面ってあるわけですよ、はい、それなのに石油も出ない国なんですから、うん、自動車関連産業で食ってきたのに結局車検とか、この車に関する税金、うん、あとガソリンの税金が高いから、はい、若者が車買わないわけじゃないですか、うん、日本って車産業である程度成り立ってたのに、はい、車を買わせない政策してるわけですよ国が、うん、バカじゃないのと思うよね。本当ですね。鶏を殺すことばっかりやってるわけですよ本当に鶏を殺して、そうそうそう、買わないようにそう、はい、本当に、いや、おかしな話ですよね。狂ってると思うよ本当に。今だって車の価格もどんどん上がってますからね、うん、だから軽自動車も本当やっぱ昔なんか100万円前後ぐらいで全然普通に買えたなっていう気もするんですけど、うん、はい、まあ、やっぱ中古じゃないとそれぐらいは、うん、それぐらいだったら中古しか買えなかったりとか、もう NBOX なんてね、新車でいいやつ買ったら200万とかしますからね、うん、そう、だから軽自動車なのに、いや本当本当、いや自動だから自動車産業が引っ張ってきたのに今若者が自動車全然欲しくないっていう状況に、うん、政府がしてるわけですよ。そうですね、うん、それであの若者の車離れって言われますか、ね、車離れでどんどん進んでるわけですよ、うん、本当に。いや維持費だってかかるし、そう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 、ガソリンだって、はい、ガソリンだって高いし、うん、そう、それはみんな持たないですよね、はい、うん、特に首都圏だったら持つ必要がない、うんうん、というふうになっちゃうようになってて ね、 そうですね。で地方は地方で買うしかないから買うけれども、うん、やっぱガソリンが高いわけですよ、うん、はい、いや道理でやっぱり岸田政権というのは、うん、投資家にはうん、反応が薄いというか、株は上がらないよね。株は上がらないですよ。まあ今ウクライナ危機もあるし、うん、まあ、その世界的に不安定だから、うん、まあ、ちょっと岸田政権だけの問題ではないんですけども、まあそうですね、はい、そうだけど上げる要素は彼は作ってないよ。そうですね一個も作ってない、ね、いやだからこれ以前も言いましたけど、はい、岸田政権っていうのは、うん、岸田さんっていうのは買い場を作ってくれてるんじゃないかっていう、うん今ちょっと株上がってきたから、ね、確かにね、買いやすくするために作ってるんじゃないかなっていう、はい、確かにね、でも本当に株買わせたいなら、はい、100株で1単元やめるべきです、うん、あ、そう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 、うん、1株単位、せめて10株単位、ね、うん、せめて10株単位にしないと買えない株がいっぱいあってね、たくさんあります、うん、もう任天堂も買えないし、はい、ユニクロのファーストリテイリングも買えないし、うん、買えない株いっぱいありますから、はい、ちょっと買えてほしいなと。東京エレクトロンも買えないし、うん、はい、そう、ちょっと買いたい株買えないんですよね。そうですね、そう、なんかちょっと収入があったから、数万円収入があったから、うん、株買っちゃうかみたいな、はいはいはい、そういうノリができないですからね。そうだ、 だから本当ユニクロ株とかボーナス出たから買うって言っても買えないよっていうね誰が買うんだっていうねボーナス全額突っ込んでも買えねえじゃんみたいな本当あるわけですから。ちなみに、はい、今いくらするんだろうな株か。あ、6万3360円ですね、はい、ということは100かけてください、はいはい、630万ですか。だからできないでしょ。できないです、ね、それはだからこういうの買うのってもう機関投資家とか、はい、もう本当に金持ってるような人じゃないと、うんうん、いやこんなのも年収以上じゃないですか。そうですよ、こんなの株買おうってなったら、はいはい、東京エレクトロンだと5万2000円ですよ。5万2000円買えないですよね。そう、任天堂とか多少落ちたのかな、うん、まあ、でも5万7910円だ、はい、買えない。だからボーナスが入ったから買おうかなってならない株がいっぱいあるっていう、これも行政が悪いとしか言いようがないでしょ、まあ、そうですね、こんな仕組みにしちゃったの、うん、はい、だからもうなんかほどほどの株買うかってなってもまたなんか調べるのめんどくさいし、だからその大手企業買えないんですよ、うん、そう、だから外国の機関投資家が来るしかないっていう状況にしちゃってるわけですよ、うん、バカじゃないのかと。構造の問題ですよね、財務省とかね。そしてあの和田さんの大好きなあの人も、岸田文雄さんがね、はい、スメラギ朝霞、和田君、岸田内閣支持率が初めて下落したね、私がこんなに仕事をしているのになんでかな、プーチン君には制裁を検討しないといけないしトリガー条項の発動も検討しないといけないし検討で死にそう、まあ、検討しますっていうだけで何もしないのは岸田さんですからね